はい、どうもこんにちは、道鉄です。私はですね、今近江鉄道の米原駅に来ております。さて、今回乗車するのは近江八幡駅の列車となります。さて、今回私が乗車する列車は JR の新快速を利用していくと、走行距離 28.4km、所要時間19分の区間を、走行距離こそ 34.6km と大して変わらないものの、所要時間は1時間6分と大変長くなっている、非常におかしな列車となっております。さて、列車は米原駅を出発しました。ここでなぜこの列車がこれほどまでに所要時間がかかるのか、それを説明していきたいと思います。一つ目は最高速度が遅く停車駅が多いことです。近江鉄道の最高速度は彦根から八日市間で70キロ、それ以外では60キロとなっております。また停車駅も19駅と新快速に比べれば圧倒的に多いです。二つ目の理由は単線で停車時間が長く、また経路も直線的ではないことです。近江鉄道だと単線ですので交換にかかる時間があります。またこの列車の経路は米原から彦根、高宮、八日市と経由し近江八幡に至るルートとなっております。そのためこれまた所要時間がかかってしまいます。さて、列車は一つ目の停車駅であるフジテック前に到着しました。奥にはフジテックの工場も見えます。このように分岐器で毎回制限がかかってしまうため、所要時間がまた遅くなってしまいます。鳥居本に到着しました。次は彦根です。彦根に到着しました。この駅で2分ほど停車いたします。そうこうしているうちに JR の普通列車がこの電車を追い抜かしていきました。彦根セリカワに到着しました。ただいまの時刻は15時38分です。彦根口に到着しました。この駅で米原行きの電車とすれ違いを行います。高宮に到着しました。向こう側に見えているのは高線の赤電です。まもなく高宮です。高宮行きを行い3番乗りから47分の発車です。ここまでの走行距離は10キロほどですが、ここまでに所要時間は23分ほどかかっています。高宮から天子のあたりまで新幹線と並走しています。こちら側は最高時速70キロなのに対し、東海道新幹線は最高時速285キロとまさにお化けです。
豊里に到着しました。この駅は滋賀県で一番小さな町の豊里町にあります。次の駅は越川です。愛知の川と書いて越川と読みます。この越川まで米原からは700円かかっています。越川に到着しました。まもなく八日市です。この駅で近江八幡方面の八日市線に入ります。八日市に到着しました。この駅で米原を出てから12駅目の停車駅です。ちなみにここまでの走行距離は 25.3km ですが、所要時間は47分もかかっています。八日市を発車しました。次は八日市線の新八日市です。ちなみにこの八日市線には万葉茜線という愛称が付けられております。新八日市に到着しました。一番前のドアからお降りください。停止点は運転手に分かりやすくお教えください。平田に到着しました。米原を出てからは1時間ほどと経過しました。ここ平田で八日市方面の列車と待ち合わせを行います。ドアが閉まります。次の停車駅はムサです。ムサは近江八幡の2駅手前です。終点まであと1駅となりました。この列車での旅もようやく終わりが見えてきました。というわけでついに終点の近江八幡に到着しました。新快速だと19分で行ける区間を67分かけて走破したことになります。というわけで米原から近江八幡の区間をアホみたいな時間かけて移動する列車に乗ってみましたが、運賃も JR より高いし遅いので、この区間を日常的に利用する人はおそらくいないかと思います。ちなみに近江鉄道は西武グループなので、駅名表にもライオンズのロゴマークがあります。動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。